ルトフィーパシャ、オットマンターキッシュ、ルトフィーパシャ、モダンターキッシュ、ルトフィーパシャ、モアフリーダメートセルビールトフィーパシャ C1488 年から1564年3月27日は、オスマン帝国の政治家、スレーマン一世のもとで1539年から41年まで、大宰相を務めた、ブロラ出身のアルバニア人、デブシルメとして、 バヤジと二世のハレムに入り、科学を学ぶ。はじめカスタモヌの県軍政官に任命され、ついでカラマンのベーレルベーとなる。またアイドニアヨアニナの三弱ベーだった可能性もある。第一次ウィーン包囲にはヨアニナで参加したかもしれない。1534から35年に第三最小となる。それまでには、セリム一世、スレーマン一世に仕えて、東部アナトリア、 1521年のベオグラード、1522年のロードス島の戦いに従軍していた。アヤスメフメトパシャがパルガリブラヒムパシャの軽死後3年間大宰相を務め、1539年に国死病で死んだため大宰相となる。1541年に妻のシャー・スルタンを王出した。シャーはスレーマンの妹であった。シャーはルトフィーがについて、 厳しすぎる刑罰を課したと文句を言ったので、殴られたのである。妻は皇帝の許しを得て、ルトフィーを離縁し、スレーマンはルトフィー王を解任して、ハディムスレーマンパッシャを大宰相に任命した。宗教や歴史について、アラビア語やトルコ語で多くの著作を成した。オスマン帝国外伝愛と欲望のハレムでは、メフメトオズギュルが演じた。ありがとうございます。